ちゃんいらっしゃいスノワちゃんもこんばんは <laughs> 今日さ夕方に洗車したら寒かった本当に <laughs> 事件ですアキオンちゃん事件ですうんどうしたユーザーさんこんばんはチャチャさんチャチャさんこんばんはコメントありがとうございますマサ、ま、ちゃんいらっしゃい 今日もお疲れ様、マサちゃん今日夕方洗車したんやんかセブンの、汚かったからもうなあの指が死んだ。<laughs> 寒かった、そうむっちゃ寒い。で、あの明日ねあのコーティングをしようかなと思っています。やり直し。今日は暖かい日で洗いました。ネオちゃんすごいし、この寒い中ですごい。 カズヒロさん、コメントありがとうございます。冬の洗車はさ、辛いよね。うん。ちょっとね、私普段は本当しないですけど、ちょっとさすがに汚かったから、あの、洗いましたね。寒かったな、マザちゃんも。寒かったけど、綺麗になった。ヨシオちゃんいらっしゃい。やっとだったわ。そう。なんかさ、ネオちゃん、雪で、喜れますね。 なんかさ、雪にあーんって口開けて雪パクパクって食べてたんですけど、あの、雪って汚いな <laughs> って思いました。そう、ちゃチちゃんさん、あの、住んでるところは、あの、セブンの、えっ、ー、と、盗難防止のために非公開にさせてもらってます。ごめんなさいね。すなちゃん、神奈川は、小春日和、今日やっぱ天気良かったんだね。あの、私も天気良かったから洗いました。 ロードさん、FD 乗りの方ですよね。だって、はいありがとうございます。あの、セブンに乗ってます。よかったら仲良くしてください。コメントありがとうございます。そう。雨だからね。だって、そっか。ネオちゃん、雪どうですかちょっとは減ったまだあるそう。雪来ちゃない。よしおちゃん、あたし、あーって口開けて雪食べてたよ。<laughs> ちっちゃい時めっちゃ自動的に。 あの、かき氷食べれるじゃないと思って、あーんして食べてたよ。<laughs> よしおちゃんも食べてたやろ。美味しいわーって。あの、こことかに、こことかに当たる。口に入れ、口に入れ、<laughs> 目とかに入る。<laughs> 食べてたやろ、よしおちゃん。<laughs> セブンくんピカピカうん明日もう一回水洗いしてからコーティングします新しいコーティング剤を仕入れたのでとかゲットしたのでちょっとそれを試してみようと思っていますそうひまちゃんおかえり <laughs> 寝ましたか <laughs> 昨日楽しかったねありがとうございました 2m はあるかな山美はもう雪な捨てるとこないなネオ、ね、ちゃんなかなかね 自分の父が昔 fd 乗ってました素敵お父さん最高そうなんですね何色やったって聞いたか私は黒ですそう雪が汚いから洗車した次の日の朝汚れが目立つああそうなんですねなんかでも寒い中の洗車ってさぁとんつ指冷たいけどそれでもねなんかまたちょっと洗うとねなんかやっぱり気持ちがいいなと思いました あ,あ、ユーザーさん。アサヒ、ボクシーさんか。ボクシーさん。ボクシー洗ったんですかボクシーは大変です。セブンはね、ちっちゃいから洗いやすいけど、ボクシー洗うのは絶対大変です。うんお疲れさん。そう、今日は天気いいから。小倉城行ってたよ。小倉ってテラあるんやな。あ、テラじゃないわ。お城あるんですね。まさちゃん。知らんかった。え、城跡ってことそれとも城あるってことどっち 雪めったに降らないからなだって本当とやなよしおちゃんよしおちゃんアラグマとこんにちはル,ルルルないとったなよしおちゃん <laughs> アラグマルルル,ル言うて言うてったなかわいいそう昨日はありがとうございますあれから少し練習して寝ましたきまちゃん熱心どっちでも悲観でそれとドンキーで白 <laughs> の96年式 あ後期か。後期だん後期だいやー、羨ましい私も、セブンは白がいいなと思ってたんですけど、あの、ご縁があったのは黒でした。白かっこいいな。そう。今から帰ってご飯食べるよ、だって。よしおちゃんちご飯なんだろう今日は、うちはね、おでんです。昨日から煮込んでたん、コトコトーっとね。そう。ひろごんちゃん、ご無沙汰です今日さ、千賀で洗車したら、ほんとに疲れた。 ち細もひかんです慣れるために <laughs> そうなんや今ちゃん負けず嫌い説ルルル見たアライグマハンターになってる見た見たよしおちゃんコメント書けんかったかコメントできんかったからのいいねは押させてもらったけどあのか愛かったやっぱりなあそうこんばんは高井ひちゃん今日もありがとうおにぎりありがとう <laughs> そうすじ食べてきた回るやついいなあ サーモン食べたい。今日 TikTok でさ、サーモン麺っていうやつが流れてきて、サーモンをね、長く切ってて麺みたいになってて、それをこうやって麺みたいになんか、なんか食べるじゃないめっちゃ美味しそうだった。ゆる冬は目が冷たいですね。僕は季節ごとにスポンジ変えてます。夏は普通の柔らかいスポンジで、冬はムートンを使ってます。うー。 あのな、あのな、ボクシーちゃん。私、もムートン買ったんです。だけどさ、ボクシーちゃんは強いか。私ね、腕、腕の、水を含んだムートンが重すぎて、<laughs> もうね、重たいってなるん。白のふわふわ買ったのにね、結局、一回しか使ってない、もうなんか、水含んだのが重すぎた。よしおちゃんもゆっくりご飯食べてくださいね。ありがとう、よしおちゃん。そう。だど、うだだわたさん、こんばんは。コメントありがとうございます。 テラちゃん、やってる今日も日本酒飲み。よっしゃ今日は日本酒飲みそう、オッケー、分かった。あきちゃんもうテラちゃん始まってるで <laughs> あきちゃんまだか。こんばんは。テラちゃんが、ちょっと、また、テラちゃんが今日はもうお疲れちゃん先にやってるで。<laughs> 今日も。<laughs> ああ、笑った。バーシーいらっしゃい、こんばんは。あずみさん、こんばんはいらっしゃい。 ご飯食べてきます。バッシーいってらっしゃい。私はおでんだった。バッシーまた教えてね。今日配信めっちゃ長いよ。フーゴちゃんこんばんは。乾杯本当に乾杯だわ。もう今日洗車した時はのなんか酒飲みたいぐらい寒かった。ユーザーさんこんビゃんは今夜も元気だね。あのさ、昨日ボロクソ負けた。うーん、マリオカート。カ <laughs> テン。テラちゃん昼からだからマリカーはダメよ。<laughs> 飲酒じゃん本当んにハハハちょテラちゃんもうここ真っ赤かになってるじゃないこことこことここはもうまたあのリボンのコース行こうかテラちゃん「<laughs> 70スープラ欲しいです」って言ってるあずみさん70スープラってパカめのやつかなだったかなどうだったかな私な90スープラが欲しい たまに飲みながら洗車する。だってでもなんかわかるかも。あのなぁ、フグちゃん。寒い冬の洗車は何しか水が冷たい。でも、なんか手、手手袋とかじゃないなぁと思って、もう手、素手でやりますけど、寒い。今日はゲーするよ。今日ゲールる <laughs> 今日ゲーすってテラち,ちゃん。あえら、いこっちゃ。アキちゃんテラちゃんゲールるでバケツ持ってきて。<laughs> <laughs> バケツ持ってきてくれテラちゃんゲスルる言うてる <laughs> 昼からやからさ <laughs> そうもう本当にえの給油しとるわテラちゃんまさちゃんにゃんにゃんありがとう今日もやってるよオキちゃんもう泣きのもマリオカートボロクソ負けたあっ安定の再会やったよそう SRKRei SR さんこんばんはありがとうございますボクシーちゃん確かに 重いでですすね。でも素材によよ。っってては変わってきますよ気温が暖かい時を狙いながら洗車しました以来私ノリと勢いとな夕方から洗車でさいつものノリででもちょっと季節間違って暗くなるの早いなと思いました今日な私はねコーティングを剥がしましたわあのなんかなんていうのコーティングも落としてしまうシャンプーをしてあのコーティングあの 10月,かなうな10月につけた下ねコーティングを1回リセットしましたわほんで今すっぴん状態ンがで明日もう1回水洗いして汚れ落として拭き上げてからあの新しく仕入れたコーティングをねしてみようかなと思ってますからでも読み方が分からんのその商品のボクシーちゃん知ってるんかななんかねガラスコーティングみたいなんですけどね商品のよ読み方がわからないん2回目のコンチャ ちょっと待って。こう、私、コメント飛ばしたんかなうなぎさんいらっしゃいませ、こんばんは。ゲーしたらもったいないがな。<laughs> そっち。てらちゃん我慢せ。もったいない、もったいない説。<laughs> こ,ここまで。<laughs> こっちや。てらちゃん出したらダメ。<laughs> バケツにお湯用意したらいいんかでもこうやってなんかあーそっか私のやり方が悪いな本当とやなお湯したらいいかう磨ちゃんスラハン説明やってるねって言ってるそうなおきちゃんこれ整備士さんに教えてもらったんですけど私はねなんかね最初ぶっちゃけあの車のさあのこう車の部品と思ってた。 <laughs> これ車の部品かなって思っててどこの部品どこの部品だろうかこれはって思って見てたんですよなんかこう棒が長いからな,なんとかシャフトとかみんな言うじゃんみんななんか何とかシャフトとかってみんなが言うでしょあのなんかどこか知らんけど何とかシャフトかって思って何とかシャフトの話だなと思ってたけどまさかのな工具だったんですすごくないこれは発見 そうの調子はどううですかだって、うんあの調子いいと思います寒い日もねあの一発でエンジンがかかりますからそうあの本当にあのいい感じですよあのセブンに感謝なんで FC って言ってる安住さんうん私 FD ですそう FD そうねおちゃんチョコレートありがとうチョコレート食べたいな FD だっっけだってそう FD です FD の形が好きででも ここだけ話っていうか何回も言っちゃってるんですけどあの FD が好き,好きな好きになって FC があることは知らなかったんですよだから FC の人は FC の方が好きとか FD と FCFD の前は FC があるよ7はって言われますけど後で知ったんですよ、ね、だから私は RX7FD が RX7 だと思ってたんです <laughs> 後で「FC ってあるんやごめんなさい」ってなりましたそう 真っ赤な FD 姉さん、こんばんは。だって。ありがとうございます。そう、車は黒けど服は赤です。ごめんなさいね。ありがとうございます。せーいちゃんいらっしゃい。ウクライナ大変なことなってない。そう。私それもう涙が出るよ。なんかさ、みんななんかさ、車の値段が上がるとかね、なんか燃料のガソリン代が上がるとかっておっしゃられてますけどね。私はそんなことよりもね、あのね、 あん今そこにいる、な戦争に怯えてるみんなのことが心配ですよ。って思いました。どうにか収まらんのかね話し合いでは済まんのかねって思いました。一日でも早く。もうそろそろちょっとやめようかってならんかなもうやめとこうってならんかなって思っていますよ。そう、せいちゃん。うん、焼肉の匂いのコーティング落としたんだね。<laughs> そう。でもな、まさちゃん、誰やったか分からんけど、俺もやってみたけど、 言ってることは分かったわって言ってた。あま、あるな。焼肉匂い確かにとは思ったわって言ってたよ。そう。吐くなら飲むな。飲むなら吐くな。だば。もう知らん。寺ちゃんとはきちゃんの名言じゃん。吐くなら飲むな。でも、もったいない。ほんとに。ほわは。ははは。名言やな。マリカーのピンクなカースを見なければゲーしません。もったいない。ははははは。 まあここに酒飲み二人並んで、酒吐いたらもったいない話、二人でやっとるわははははははは仲良しやな <laughs> はきちゃんと、てらちゃん <laughs> はあ、もったいない話。ああ、しんどお腹痛いわ。お疲れ様です。まはちゃんいらっしゃい、こんばんは。なんで芸の話ちょいとしてるんだって、れいちゃん。 あのお酒飲んでるあのマリオカートのリボンのコースがあるあれ見てたらねぐる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 回るか目が回るのでてらちゃんのめっちゃお酒飲みながら見てくれてるから芸吐くんだってあそう安住さんバラ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 大胸筋からの五十肩からの更年期からのお墓にポリーンありがとういろはさんコメントありがとうございますそうボクシーさんシュアラスターのシャンプーのリセットタイプですかねそうそうです コーティングはたくさんあるので迷いますねですが僕は cc ウォーターゴールドを使っていますすごく楽ですだってそうなんですね私はねその年に2回だ2回ペースでガチなあのコーティングをねいやいや自分の中でねまあ10日連続洗車したりとかするんですけどあのちょっとマジに頑張るんですけどねあの 毎回ちょっとチャレンジしてます。いろんないろんなコーティングで勉強してるっていうかこれはこういう感じなんだなこれはこういう感じなんだなってやっていますよ。そう今度はまた新しいのね。そうプーチンだからな。ねえちゃんありがとう。そうカズさんこんばんはいらっしゃい。夕方ありがとうございます。寒かった。もう手がねもうカチコチだったです。ご飯作るのももうきつかったですわ。そう今日はおでんとおかずいろいろ。 お酒はリアルゴールだわりが一番うまうまだってそうなんですねへえしたことないおきちゃんへえな樹ちゃんに酔うのはありあ私では酔えないと思うよごラタンいらっしゃいこんばんはありがとうこんばんは祭、ま、り FD ってなんで黒色にしたんですかだって白が欲しかったんレちゃん白が欲しかったけどご縁があったのがもう黒だったもう色をねどれにしようかなって選ぶ余地があんまなかったですでも黒のご縁でも好きですよ そうかっっっっこいいいいいいなと思っていますよいららししゃいいらっしゃいハンマースライドそうスライドハンマーだったっけなんかさみんなのコメントを見てはスライドハンマーって言うんやと思ったのとなんかねかっこいいなスラハンっていうなんか短縮するんだね短縮形よすごいなと思いましたあのスラハンっていう感じでなんか指をね詰めるのあれはトントン トトントンっってすするるにこっちの指を詰めたりするんかななんか整備士さんも言うてたなんか、ね、指挟んだら悲惨やでってこう多分うんうんってするからこっちにトンってなった時にすっごい力で詰めるんだな自分のせいでそうだって向こうを引っ張る力をするから力いっぱい引くんだねそれがなんか指はめ,はめ 指を挟むとといことになるって言ってて言たからでもコメントでも同じこと言ってる人がいらっしゃったからやっぱりかと思いましたそう私使うこと多分ないなっていうかそんな道具はないなおうちにそう「ゴールド最強だよね」だという子じゃゴールド何のゴールドリアルゴールドって聞いとこうグラタンいらっしゃいこんばんは。 そそうそうハンマースライド佐藤さんまた来てくれたよかった嬉しい夕方はあのゃんの時ありがとうございました嬉しいお餅入れたので入れたあのなちょっとな餅巾着とあとね餅入りのなんか天ぷらっていうかがあったんでうずらの卵入り天ぷらっていうのもあったんでこんぐらいなんですけど丸がねそうこんぐらいの丸いやつがあって餅入りと うずらの卵入りちょっとときめくじゃない卵も入れるんですけど、うずらの卵入りってちょっと面白いなと思って、それ両方入れたそうしたらさ、見た目が同じすぎてな、どっちがの餅で、どっちがうずらかわからなくなって、ワンチャン餅かと思って食べ、あ、違う、うずら食べたいなと思ったのに餅だった。2分の1でま、近かった。<laughs> そう。色は何でも。グリーンしか買ったん。ごはんグリーン好き。私は赤が好き。 そうテラちゃん10日連続洗車は10秒だねその時間を少しマリカーにほんとやな下手くそほんとそうや本当やな手前に叩くからねネオちゃんとかやっぱすごいなと思いましたなんか知ってらっしゃる方は知ってらっしゃるんやね私は全く分からん私マジでな車のパーツと思わねな なんちゃらシャフトやろどうせ <laughs> 何シャフトかは知らないの, <laughs> あのドライブシャフトはねこっち側とこっちにねトイレのスッポンみたいのがついてるからねそれじゃないとは分かってるドライブシャフトではないけどどっかのシャフトやろとかおつ <laughs> そしたらまさかの金槌やったどないいですよ <laughs> うんうんいたたゴーラさん私なんとかシャフトだと思ってたよそうブレーキロータリーに取り消して 取り付けして引くあそうなブレーキローターでもユーラシアやっぱ知ってるなへぇ新車はとても勉強になりますねうんドクシーちゃん僕も何回も失敗してつらかったですですがだんだんわかってくるものですよ絶対ノイさんもうまくなりますよそうですかねなんか私もセブンがもともと結構ねなんて傷がひどいんです古いからんで私なりになんか洗ってるけどそのあ ライカ体は本当とじ自己流が自己流で適当じちゃ適当っていうかうーんでもねなんか黒ですからあの固形のワックスを最初使ってたんですけどあれはちょっと違うなと思いましたねあのワックス残りがひどいからだからなんかコーティング剤の方に移行したんですけどそうなんか手探りで自分のシャンプー台よりセブンのシャンプー台の方が高い時ありますよそうカズさんこんばんはコメントありがとうございます あクレーナーのブタちゃんいらっしゃいこんばんはレイさんロータリーエンジンの車知ってる限り行ってみてくださいあコスモとか RX8 とか FC とかですかねそうそれを私に言わせてあ,ま,あんまり知らないんだねって言いたいのかなごめんなさいねカズさん先週ピカピカ11プレミアムでコーティングしてみましたへえそんなんがあるんや 浸水って聞いとこううずら美味しいよね <laughs> でも餅ちやったクソふそう風ちゃんコーティングの CG ゴールド汚れも多少落とせながらコーティングもできる優れものよだって CG ゴールドっていうのがあるんですねあー面白そうやってみようかなへえ汚れも落とせるんだハンスラは最後の手前の端っこに指挟んでガチったら血豆もやっぱそうなんや いや、直樹ちゃんもやっぱ知ってた。偉いことでみんななんか力いっぱいするでしょうね。私とかはほら、どっちにカチカチやっとんかわからん感じですけど。ねえ、そう。桜の形のうすら入りかな。餃子巻きも美味しいよ。餃子巻きって言うのがあるまさちゃん。ハンスラ。うん、直樹ちゃんさすが。直樹ちゃんさすがって思いました。ゆらさん、今日は銀河鉄道3年のアニメが承認初、またび。 サザンののさんん誕生日そうなや始まった日かよしどんなユラスちゃんそれそうなんやサザンの桑田さんの誕生日,日,そそ誕生日おめでとう今日ののりちゃんいつも以上に明るいのだちょっとだマリオカートがちょっと面白すぎたゴラタンゴラタンと勝負したいわゴラタン持ってないかなスイッチマリオカート持ってないかなそう トータリエンジンの車知ってる限り言いました。ゴラタン、ハンスラカー、ゴラタンのハート、うんうん、グイって引っ張ってほしい。<laughs> 本当やなぁ血豆作りながらなぁ。そう。まぁ、あ、逆外で言うだけなんか、ゴラタン。血豆気ぃつけやーって言いながら引っ張られようか。そうイ飯田、あきら、あきら、ひらぴーのワースボックスにあり、YouTube でだって、そうなんや。 コスモ、サバンナとかルーチェとかかなって言ってるネオちゃん。うん、ゴラタンは1000円カットでワンコのトリミングは6800円。わかるゴラタン。私の友達もトイプードルやったかなプードルだったと思いますわ。多分。プードルじゃないわ。あれ、プードルだったかな一緒一緒。なんか、あの、散髪一回行くと同じやわ。なんか6800円。 って言うと、7000円ぐらいって言ってた。一回行くのに。それ、まあまあなペースで行くんだって。<laughs> ほんで、時間もな。俺、あっちゅう間に終わる1000円カットで。なんかすぐ終わるんだって。<laughs> 自分は。でも、犬はまあまあかかるんだって、時間が。受 <laughs> けるな。そう。発水、カズさん。発水か。今日は、倉敷コーヒーでランチしました。だって。 クラシキコーヒーっていうのがあるんですか何食べたって言っとこう RKK ラジオで知りましただってそう言っとったよな FD かっこいいですねケンちゃんコメントありがとうございますホイールかっこいいですねうん私もすごくいいと思ってますそういい車だなって思っていますよ ボクシーさん FD は昔のお車なのでボディの素材が違うと思いますなのでワックスが合わないこともよくあることですよそうなんですねなんかさ洗車も上手にやったらね艶が出てすっごい小傷が消えてすっごいなんか綺麗になるんだよって言われたことがあるんですけどもうそこまで頑張れないって思いました逆にもう汚いからこう丸い傷とかもいっぱいだし 逆にもうそれだからもう自分自己流でパッパってやってもいつかオールペンしようって思いながらあの自分の好きにあんまり気にせずそう細かいところにね気にせず楽しみながら洗えばいいかの方にしてますこんななんかもう技術を研ぎ澄ましていこうみたいなこのなんか洗う泡の向きとかそんなんはもう全然ぐるぐる洗わないとかなんかいっぱいこだわるこだわりってかね あるみたいいですすけどもう自分が楽ししを優先してますごめんなさいね GTR と RX7 でどっちが勝ってほしいですか別に勝負したいと思っていませんよどちらもいい車だと思っていますからね誰か俺とマイクラやってくれる人いますかマイクラって何だって言うとこすなちゃんバラ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 大胸筋からの五十肩からのうーんと光年菊からのお墓にポリンありがとう ゴラタは事故の前に一度スピンしたら逆走しますけど。あたし昨日逆走したよ、ゴラタ。道わからんくなった。いいか落ちたんじゃん,んか。なんかどっか下に。落ちたかなんかして、もうどっちに取ったか、どっちから来たかわからんくなった。私逆走したらなんかバツバツって言われた。<laughs> もう迷子じゃ本当にね。黒はすぐ汚れるから悲しいですね。そうだな。でもできた時の、 あの鏡みたいに綺麗になった時のあの感動はうーんなんか洗いごたえあるなと思いますねそう GTR とセブンカテゴリー違うと思うが本当やなねえちゃんそうそうんかうーんどっちも好きなんでどっちが勝ってほしいとかじゃなくてどっちも好きですなんかそのそ勝負じゃなくてそれぞれ好きですよ GTR めっちゃ好きですそう ゆうらすちゃん5代悟最勇機ガンダラ CD が販売した日今日はそうなんや最勇機って冬なんやエビとトマトのなんとかドリア食べましたおしゃれやなお誰と言ったんや <laughs> もうなんかお姉のこと言ったかなこれは可愛いな美味しそうだなって言ったかうテラちゃん事件今日は減りが早い今月は減りが早い <laughs> 酒屋さんに連絡しないと。ラスト日本。ちょっと待って、今。何日ちょっと。待て待て。もう今月。<laughs> あと2日。なんで2月1か月少ないのにさ。28日までしかないのにさ。テ <laughs> ラちゃん、今月燃費悪いな。あの。テラちゃん、燃費悪い説飽きちゃう。テラちゃん、もう <laughs>。ラスト日本で焦るんや。一緒日 ラスト2本だって言って、2本飲むのって相当ですよ、テラちゃん。って言うとこう、事件。<laughs> 事件だ。今日夕方はタヌキが家に来ました。かわいな。<laughs> ほら、まだ寒いじゃないって言ったげな。そう。研ぎ澄ますのは恋愛だけです。いいな。<laughs> これたん今日はラブラブやな。そう。ホイールかっこいい。 と言っててもらえてめちゃ嬉しいですていいえ、ね、私もほんとね、いろんな方いる、見て。そう、このスポークがこういう感じ。これ 5, 5個のスポークで、本当は7本スポークが好きで。そう、好きです。そう。マイクラはマ、マイマインクラフトです。あ、マインクラフトか。どうだろう、私。私できない、ごめんな。カズさん、ごめんなさい、間違えた。プレミアムは、 渇水性っていうのがあるんやこれ渇水性っていうんやそれいいかもな私撥水じゃない方がいいんですそう洗車は汚れ落としてまた楽しく走るのがいいよね明日す朝今日明日セブン乗り今日明日セブン乗りほてなうん天気いけるかなって思うからちょっとコーティング乾いてほしいんですけどねそう実は GTR 乗ってます17モデルですってすごいやい 私好きでですよ gtr マジでだからなんかうんなんかプレミアだから好きとかじゃなくてセブンが好きな時からあ GTR にはかなわんなって思いながらセブンが好きです何て言うかなリスペクトって感じかなすごくうん日産のスポーツカーの中ではやっぱり GTR やなーってあに乗ってた S13 に乗ってたんですけど13も好きだったけどああ GTR すごいなーって思いながら乗っていました そう AE86&RX7 ののんびりドライブしてみたいそうなんですねあのできるといいですね何式の GTR って言ってるそんていな乗ってないけど GTR のキーホルダー持ってますなんかわかるかもしれんなんか私ゴラタン GTR のガチャポンがあるんだって GTR のガチャポンがちょっと回したいなって思う7じゃないのにねなんかわかる <laughs> 僕も古い車なので傷だらけですよ一緒ですね僕も元が汚いので諦めかけです選手が一番の楽しみやと思ってます分かりますなんかね水洗いだけでもしたいなとかすぐやりますでも30分ぐらいだしどうせパパーって水洗いして水あの吹き上げるでも30分弱でやったりします <laughs> なんかちょっと気になったらそうなんかめんどくさって思う時もありますけど洗うとやっぱり 気持ちいいっていうか、どこか走りに行きたくなりますね。そう。いや、男と行きました。あらその後は古着屋巡りしました。素敵なお友達や可愛い2二人でドリア。めっちゃ可愛いな。素敵です。ア <laughs> キちゃん。日本なんてあっという間、<laughs> あっという間なくなっちゃうなくならないアキちゃんとテラちゃんだけやペースが早いそう。 イニシャル D かワンがミッドナイト見たことありますかだってイニシャル D はありますよそうケ m l ル GTR がいいかなうーんそうだねうーん33さんさん私33さんさんと34が好きかなですそうここにいますよタヌキ ゆらちゃたぬきおるなほんかよかったな遊びに来てくれたんだなカズさん俺は S13 で群馬県の某峠走ってましたそうなんですね素敵ですねそういい車と思いました本当すごく好きですそう,そうそうそうガチャガチャのエンブレムがリアルなん車に貼ってはっきりあはっきりあるにしようかな本当やな私あれちょっとどっか探したいけど見当たらないん GTR のあのガチャポンを探したんやで。ドンキの中で。けどなかったです。そう。3、4前乗ってました。あら、来たすごいいいなぁ。ちょっと運転してみたいって思ってます。よかったな。許しちゃうお家にたぬき来てよかったな。にぎやかやな。そう。知り合いに3 5 GTR が何があっても乗り続けると言ってる。素敵な女性オーナーいりますよ。だって。 あ、そうなんですね。三五か。なるほど。いいな。ちょっと席外します。わかだひまちゃん、あの、あの何でもあの無理なくです。そう。 ラギリギリがん当やな私あの昨日のさ崖ギリギリに走っとるうちはいいで好きの「マリオカート」でマジ迷子反対走って逆走して怒られるしあの踏み外して何回も釣り上げられるしもうむちゃくちゃですよ。は <laughs> あの,のすり上げてまたまた乗せてもらったのにまた落ちるみたいな何回落ちてるんって感じやね。<laughs> そう。 ケンメリるベースは R32GTR そうなんですね大黒パーキングにガチャありました前ああそうなんですねうわ好きな人は好きやな私もなんかセブンのエンブレムはもちろん好きですけど GTR のエンブレムのなんかガチャが出る気持ちはわかるすごくねなんかアンフィニとかマツダのエンブレムは多分ガチャにはならないやっぱり そのなんか GTR ブランドっていうのがあるなぁと思いますねゲームだからできることねそう、下手くそなんじゃ私ゴラタン先日スマホナビ発信しじて走っているとだんだん狭くなって2 0 0メートル程度爆車やばい私もなあのスマホナビでさ 池池言われたから行ったらまさかの踏み切りない線路またげっていう感じにされててさ「踏み切りないがな前も線路じゃ」っていうの「行け行け,行け行けって言われてたんどう思うやめてくださいだわ行き止まりですそれもう超バックしたもうすっごい細い路地なんでしかもなんかおかしいなと思ってた細いなおかしいこんな線路またぐまたがな岡山よ思い出した岡山です 岡山で、もう道分からんかった。あの、線路またいで高速の入り口に行きたいのに、岡山インター。なんか、なんかね、絶対こんな住宅街おかしいなと思って走ってた、その、スマホナビイケイケ言うから、はいはいと思って行ったらさ、まさかの、あのね、もう本当に疲れた。 あの、線路、で、向こうは道また続いてるけど、ここは線路じゃその、そこに行け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 じゃないやん。そこ、踏切ないやん。効果もない。もう行き止まりやも全部バック。めっちゃ細いのに。すごい疲れた本ほんと。全然隣にバイパスがあって、全然隣に線路の上を効果で通りすぎるこういう、全然立派な道あった。<laughs> もう疲れた、ほんと。 自宅の庭は2車ダンプ6台分に砂利巻いたえすごいなユラさんち広いんやな庭めっちゃいいじゃない僕のリアトムでロータリーエンジンのマークメタリックエンブレム持ってますよそうなんですね素敵ですねセブンのエンブレム出ればいいですねなんか複雑ですなんかアンフィニーなのかマツダなのかって感じかな私はアンフィニーですからねアンフィニーの方がいいなちょっとマニアックだなと思いましたアンフィニーマークはね そう、K さん、Google ナビあるある、あるあるやな。もう、踏み切りないわって思ったよ。もう、行け行けや、本当に。直進です。道なりです。嘘こけ道ないわってなった。そう。ゴラタン村、昔のナビは田んぼ道を走ってたあるある。あるあるもう、これ、正面から、太鼓来たらも、もう、もう、もう、かわせられない。もう、右も、左も、田んぼ。ほわ。もう、超直角に曲がらんとあかんのに、狭いっていう。 ないもうタイヤ落としたら終わるわっていう時ない <laughs> ボクシーさんつい最近ですが新型ボクシー登場したの知ってますか僕はもう先週予約してきましたあ買い替えるってか乗り換えられるんですね見ましたなんかグリルがグリルがグリル水はわってなってた中のあれを仕組み面白いけどなんかハイテクっぽいんでしょそう一方通行っまあ、たまにあるから気ぃつけてな あるよ本当やな、直木ちゃん。もう、だからちょっと、グーグル、セブンでな、直木ちゃん聞いて、セブンはナビがない。だから、スマホナビで走るんですよ。セブンで。だからセブンでね、スマホナビあるあるされるとね、マジでも辛い。もう当てたくない。事故りたくない。でも、スマホナビが何回けわからん道教えてくれたってなる。うーん、本当に。不審切系帯ナビよ、ね。でも、やっぱりでもね、いいなと思うのは、 名古屋高速とかそうなんですけど今ものすごい勢いで名古屋高速って道ができてってるでしょうもうアルファードのね2年半前のナビがもう名古屋高速に追いついてないんですだからああいうふうにこう最新の情報というかナビ更新してないで走ってるともうアルファードのナビ見たらもうわけわからんとこすごい速さで走ってあんなどこ行ってんのってなってるんですよ名古屋高速のとのなかったところがどんどんできてってるからで私は私で ちょっっと待って私はどこに向かっているんだこれなんかもうアルファードのナビがどこ行ってるってなるし私もう聞きたいどこ行ってるってなるどこまでこれ続くんどこで降りれるんってもう知らないとこまでずっと新しいのが高速走ってしまったんですけどそういうのはやっぱスマホナビの方が早いなって思いましたね更新っていうかさ最新情報はそっちですねって思いました不審切ナビまあな 広いよ、自宅には。だって、ユらちゃんちいいな。ニーちゃんもう、ニーちゃん、解禁賞やってたのに最近来んから、もう、ニーちゃん、ニーちゃんもう、待っとったありがとうもう、ニーちゃん、ニーちゃんだわありがとうよっしゃ、やっと来てくれた。ずっとそーっと待ってた。ニーちゃん、今日も来ない。ニーちゃん、今日も来ない。ニーち,ちゃん、今日も来ないって思った。ありがとう、ニーちゃん。私は GTR と b m 二台です。だって、すごい、素敵ですね。そう。 皆さんセブンくんのフロントエンブレムかっこいいの大好きあれ赤がちょっとハゲてるで後ろもつけたいけど後ろ5000円ぐらいするんです赤い明かりリアそう高いなんか高いけど赤のあの日にやっぱいらんかなでも赤高いけど5000円ぐらいけど迷いますそうグリルミザワそうグリルミザワ伝わるゴラタン そうスマホナビ怖い時間帯一方通行も逆方位行,行けあそうなんですね山見沢怖い面白レンタカーで始まるスープラ借りたら帰りのナビが高速乗せないで一般道を使って1時間以上かけて家に着いたあそうなんですねへえレンタカーもあるんだ高速走ってるのに端っこの高速の端の道路を走ってることある わかる速度でしょわかるほんでさもうナビが混乱よそんなスピードでさそんなとこ走れるわけがないっていうもうナビ混乱ナビは自分で付け替えてるすごいなおきちゃんすごいなトラックは一般車の道路が通れないので騙される知ってる道しか走れないらちゃんすごい確かに狭い道やばいなうんてか 行き止まった時のリカバリーができんそうかっこいいボクシーさん車に乗りたいけどこれだけボクシーにお世話になってるとまたボクシーにしてしまう納期が半年後になるって言われてびっくりでしたあーそうなんですねいやー半年待つのはしんどいけど楽しみですねでもいいんちゃいますか,か私はセブンセブンセブンに乗りたいです 一緒 <laughs> そう車のナビも更新できたらいいのに更新できますよ有料ですけどねそうただそれをしてないだけですそう人生のナビを誰かしてくれませんかもう今日のゴラタンキャッチーやなもうキャッチーゴラタンやな今日はなハハハそう自宅消化って言ってるそうなんやユーラスちゃんへめちゃん夕方ありがとうこんばんは そうごめんね会えてよかった忙しいんかなお兄ちゃんありがとねそうね無理なくよかったらお付き合いくださいねそうナビの地図大体アップデートできるのではうんでもしてないまだもういそろそろしようかなそろそろしようかなで2年半ですそう直季ちゃんセブンのテールランプは LED バージョンあるんかないやーどうかなないかもね古すぎてなんかこうこうこう角 光角じゃない光な光源光源じゃないか光の角度光の量光量とかこうまあ名前忘れたが LED で足りるか足りんか知らんっていう感じですそう元は田んぼいいやんかそれがドンちゃん いいらっしゃい父が中古で買って10年乗った BMW 下取り出したら15万だったそうです結局仕事仲間に20万で売ってましたさすが親父いやいやそんなもんですそうそんなもんですわでも辛いななんか長年乗った車の値段聞くのってちょっと辛くないですか私はあのアルファードに乗り換える時乗ってたせいなもう車両価格価値ないですって言われた時はもうぐさってきましたね そう、ヒロさんお疲れ様ですいつも楽しく見てますありがとうございますライブ来てくださってありがとうございますあのフォローしてもらえたら本当に好きがこぼれますよかったら仲良くしてくださいありがとうございますやっぱり IC チップの生産遅れが出てますねそうなんやナオキちゃんいやでも半年はしんどい私アルファードも納車が3ヶ月だったんですけど3ヶ月もでもねなんか待ち遠しかったっていうか まひかるくん久しぶりーこんばんはいらっしゃいお疲れ様です万蔵、ま、ちゃんお疲れ今日もでもなみんな酒飲んどるチームはな酒飲んどるよ今日はね小屋って言ってるうんひかるくんセブン乗りたいなぜひそうぜひぜひですそう かこ焼きちゃんおかえりこんばんは今日もありがとうございます。アルバードのグレードなんですか大したことないですよ。そう。今日のゴラタンやばみたわ今日キャッチゴラタンで、いすき好き好き。キャッチゴラタン好き好きです。<laughs> そう。俺の小屋は犬小屋。うそこけそんなことないわユうラスちゃん。へめちゃん、札幌は札幌新道と札幌自動車道が上下で同じなんでナビは面白い。 動きする。ああ、でもどっち走ってるかわからん時ありますよね。なんか信号待ちしてる時になんでこの人高速で止まってるのっていう風にナビが思ってる時ないそう。<laughs> かつて犬小屋です。そうなんや。そう。ケイちゃんフォローありがとうございます。ケイちゃん好きーフォローしてくださってありがとうございます。励みになります。ありがとう。テラちゃんケイさんが人生も適切なアドバイスをしてくれると思います。<laughs> あれやろノーミス。ノーミス。それで、ひまちゃんに、はい。15分。<laughs> 15分じゃ、15秒。<laughs> そう。ごらたん、つれのジムニーは1年待ちだったらしい。あ、ジムニーはそうって言うてますね。そう。徳島の方だったんですね。いいえ、住んでないですよ。でも、あの、徳島も好きです。高知も好きです。香川も好きです。愛媛も好きですね。うーん、でも、香川が好きかな。 個人的には四国の中であでも高知も好きかないやでも香川も好きですねあ香川かな何の話 <laughs> そうセブンめっちゃいいですよねヒロさんめっちゃいいめっちゃいいですもう大好きです30年近い前の車と思えない本当にかっこいいなんか時代の古めかしさを感じないなと思いますね。 そうさちゃん戦争怖いし子供や動物かわいそうほんとそうなテレビ見ると涙出ますナいとるそう地下鉄避難して寒いだろうな怖いだろうなと思うと今日あったかい部屋でおでん食べてる自分どうなんてちょっと思いますねそうセブンの LED バージョンあるみたい2万円台からあそうなんですねまあなんか別に別にそこまで急がないかなそううん 昔は犬小屋。わかった。万蔵ちゃん、昔70万で買って乗ってた AW11 型 MR2。今、358万事件はあ、置いとけよかったかとか、そんなんなるな、万ちゃんな。わかるわー。やばい !358 万プレミア。でも、素敵ですもんって思いました。そう。 新型ボクシーモデリスタフルオプションにしたんですけど、本体価格569万でした。ハ破産です。すごい素敵ですね。楽しみですね。てか仕事頑張れるてか楽しみ。あの半年待つんかたらただたらだら覗かれたら相当楽しみですね。って思いました。夏かな夏前ぐらいかな？そう。またよかったら教えてくださいね。はい、15秒。<laughs> じゃあな今日もなあの多分あのあれよ誰やあのケイちゃんは多分ねあの今ななんかスのぼしてるから新潟で苗場行くって言っとったから多分今すべてあのエンジョイしてますわきっとねうどん,けんまんちゃんうどん券好き香川うどん好き好きセブンの内装どうでしたか伊達忍兄ちゃん内装どういうことだろう内装何 免許取ったら香川行きたい。うん私はまた行きたいです。うどん食べ損ねたん、この間だ。さぬきうどん食べてないんです。パン食べてもて。うどん食べたい。埼玉、武蔵野うどんって言ってひろゴンちゃん。そうなんや、埼玉うどん。MMKK と東関さん、こんばんは。コメントありがとうございます。あ、えっと、えっと、動画の方もありがとうございます。そう、ライブも来てくださってありがとうございます。 もうコンピラさん登る自信ないああ行こう行こう楽しいもう一回行く死にかけたけど途中では「はっはっ」ってなったけど馬見たし白い馬ねそうそうあの絶景はやっぱり嬉しいでっちゃんまた行こう <laughs> そう「ま、んちゃん FD3S 型 RX7」そういうタイプでもっと絶望うーん高いですねそうでも昔のやつ高いな ゴラタン昔乗ってたミニカントリーマンはフルレストアーで1,000万超えだっていやーすごいゴラタンちょっとなんかキャッチーゴラタンからヤバミザーゴラタンやなすごいのいちゃんのセブンの運転シーン見て運転席広いなと思うの自分だけかないやいやまさちゃん乗ってみんや <laughs> っていうとこ私でもセブンでフルバケしたらほんと乗り降りしづらいだろうなって思います。 うんなんか荒の狭さに振るバケの横のなんか太ももの横に高さが来るとバケットの降りる時とか乗る時大変って思います多分シルビアでもしんどかった S1 さんそう <laughs> たけしさんコメントありがとうございますそう万蔵、ま、さんノるさんの FD って燃費どうなんですか あ,のね、あんまりガソリンはねあ,のあんま走らないから入れる機械が1回の給油で高速も走るし一般道も走るしとかでなんかざっくりしてるんですけど5から7ぐらぐいです高速は7ぐらいかなって感じもし一般道りばっかりだったらあんまりたくさんの距離を乗らないからちょこ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 しか乗らないんで5ぐらいいかなって思ってて思ますよそうカズさん新型のアボクシーはアルファードと同じエンジンみたいでそうなんですね。 素敵 <laughs> 兄ちゃん、セブンの内装剥がれというか、割れてるという感じになっていた動画の件です。ああ、あれ、そのままです。直すつもりはないです。あの、元々ですから、私が勝った時から。 ずっとあれですわだからあのそんなそんなそんな,そんなすぐに買い替えとかすぐにやり替えとかすぐに修理とか全然思ってないです誰も乗らないからそうだしあのあるあるですからそんなにびっくりすることでもないですしあの内装すすごい高い高んです誰かが買ってくれるならすぐ直しますけどとんでもそっちに回る回らないですねあのなんかお金も気持ちも他にいっぱい直したいとかがありますからねそう。 そっか、兄ちゃんはそこからか。だいぶこう、時差やな。そう。追いついて来い、兄ちゃん。時差や。本当に。来い来い。そう。香川県はすごく暮らしやすいですよ。どこに行ってもうどん屋があるので昼飯は、うどんで決まりです。いいと思います。だ、おうどんはもう立ちしなく好きですから、いいなーって思いましたね。こないだ行ったのに、おうどん食べずに、<laughs> いたのがショック。そう。コラムギアのライトエース。うん。 でチリハマだだって私あれギアチェンジできるんか謎です本当にあれ一速とかどうやって判断するのかなって思った危ない危なくないんかなみんな慣れたらすごいしやすいって言うけど謎ですわ竹下ありがとうございますコメントよかったらフォローしてもらえたら嬉しいです。 大変お楽しもう、そうですね、そうそう、フルバケにしたらスカート履けへんやんな、ああ確かにそうですね、でもあんまスカートもともとセブン乗るときは履かないかなって思います。プニークさん、プニプニクプニチーさんかな、こんばんは、コメントありがとうございます。はい、自分もフルバケとハンドルにお腹使います。<laughs> 本当だ<や>。<laughs> お腹か。ゴラタは振るわけからの目線はハンドルの隙間からになります。あたしもなると思います。今座布団敷いてますもん。振るわけじゃないのに。<laughs> そう。ほう、参考になりましたって。うん。TikTok いつも見てます。ありがとうございます。ライブも来てくださってありがとうございます。嬉しい。<laughs> コメントも嬉しいです。そう。よかったら仲良くしてください。 キクリ待ってたよお帰りキクリんたけしちゃん急ありがとうそう。よっこらせ。キクリンお帰り。思った通りのりさん基準で。うん、そうそう。あの、無理なくです。そうしないとね、もうね、目についたところ全部ね、すぐ直しただけ、すぐ直さなきゃで、ね、とてもじゃないですよ。そう。 俺のないしたいとこは性格ですそんなことないですあの性格は直さなくても好きですよジャイアンおやすみありがとうどっか行く週末行ってるそうジャイアンちょっとでもかあの来てくださってありがとうございますジャイアンおやすみありがとうケイちゃん5歳の時に父とガソリンスタンド行った時 RX7 が止まっててエンジンがかかった時の音がかっこいいと思ってそこから車が好きですだって嬉しいそっかでも私もセブンのなんかエンジンかかった時好きですよ もう日常ですけどね私にはなんかああロータリーの音だーって言われるけど私は逆にレシプルの音をそのスポーツカーのねもうあ逆に聞き慣れないですからそんな感じですよ手前に引いて下が一足だったかな手前に引いて下が一足へえみんなコラムシフトしたことある人なんですかここって思った私ない 兄ちゃん、内装直してあげたい。無料で何とかしてあげたい。最近おすすめに来てないから見れてないのかな遅れてたのか。ライブもライブ終わったらにしよう。のりさんライブ見ていたから。ああ、ありがとうございます。兄ちゃんの気持ちだけ。でも十分感謝ですよ。ありがとう。兄ちゃんついてきてよって言ったか。<laughs> 先月ボクシーの市場に行ってみたんですが、うん。 ジン音がとても静かでしたよ。アイドリングがとても安定してて、とてもいい買い物でした。楽しみですね。めっちゃ楽しみと思います。本当にね。このままやとコメント。うん、何矢込み沢になるから落ちます。おやすみなさい。わかった、ごらた、ありがとう。今日も喋れて嬉しかったです。おやすみなさい。カズさん、コラムシスト教習者で乗ったけど、一足入れたつもりが三足に入ったりさ。やっぱりな、怖い。みんなようあんなんで、あんなんで伝えを送怒られるけど。 あのコラムシフトでミッションの免許取ったんでしょミッションしたことない状態からあら相当つ難しいなと思いましたねすごい知らんかったです本気であの若ぶってるとか知らんぷりしてるとか全然なくてマジで知らんかったです <laughs> でなんかそんなメジャーだったことを知らなかったですマジであの珍しい車なんだろうなと思って投稿したら懐かしい祭りで えー、ちょっっっとと待っててこんんなに知るる人いるんやと思いや思ましたねそうコラムシフトは床が壁の位置に頭の中で置き換える慣れると簡単って言うけどみんな平明ちゃんどうなんだ、まあ、でもベンチシートっていうか足元広いのはあのいいかなと思いましたけど。 なんか間違いそうあんなんさシフトのなんかここが1でここが2でって書いてガイドを書いとったってこうやってのぞかんと見れんじゃんって思いました <laughs> ねえそうこんばんはロカビーちゃんおかえりこんばんはヒロゴンさん近くのマツダに行ったら SA22 初代 RX7 のフルオリジナルが置いてあったってえそれ超プレミアじゃないやばーい <laughs> あえてうらやましい今から4時間寝てワカサギ釣り行きますよああそっかそうなんや気をつけていってらっしゃいジャイアンまた超か超か超か <laughs> 気をつけて行ってきてくださいね温かくしてくださいねありがとうジャイアンまた来てなありがとう自分はお腹回りうん自分はお腹回りレストアしたいです私もや <laughs> そう t t t さんライトエースのトラックって言ってるそう私ライトエースを知らないハイエースは知ってるけどライトエースっていう車自体をみんながライトエースとかだったっけ書いててんそんな車があるんやと思う。ハイエースは知ってますよエスティマエスティマじゃないんかうんライトエースっていう車も知らなかったですそうクレーン車で立てました 平成10年に。そうか。姉ちゃんついていくぜあ。兄ちゃんついてこいよ。頼むで。もうちょっと、皆勤賞で頼むでって言っとか本ほんとに。昔の教習者からコラムもう忘れたけど。えー、みんなの時代に私生まれればよかったって言ったら、ちょっとなんかバカにしてるとかそんなじゃなくて、もうね、いろんな人に言われるのが、私生まれる時代をちょっと間違ってるんですよ。<laughs> ね。あの、ちょっとずれてた。ほんとに。 みんないいないい時代やなって思ったほらカズさんとかがさなんかチラチラっとさバブルの時の車だからとかバブルの時だったから月10万のカーローンもできたとかそのそういう時代じゃないだからなんかその車でわーって盛り上がってた時を私は知らないんですよそこがななんかいいなって思いましたそうなんかコラムシフトとかも そっっっっち側側ににいたいいたたたたあなな楽しかったっていう側になりたいですその,そのうちさ MT のさ車乗ってたなんて昔はみんな乗ってたし私も乗ってたでっていう昔話する時がいつか来るんかなもうみんなオートマになってさみんななんか電気とかハイブリッドになってさガソリン給油してたよね昔ノズルでとかいう話になるんかなってちょっと思いました。 コラムシフト実家で乗ってた45年前ぐらい「そんな前なんやマオちゃん」「難しくはないよ」って言ったら「えー、難しそう」って思わず「クラッチはどこにあるんか?」と思ったらクラッチは普通なんでしょでもな、ね、私さあきちゃんとね真央ちゃんんちゃんね あのセブンのザミッションのシフトノブの付け根をなんかちょっと直したのその時にさ結局ミッションが真ん中にあってそこにポコッと上にレバーが出ててそれがシフトノブじゃここの指令をだからここに伝わってそっからミッションのギアチェーンに繋がってたでしょ真ん中でそれはねすごく理にかなってるって私は思ってるでもねコラムでこんなとこでねオートマならまだしもねここでさ1足とか2足ってやってたんでしょ逆に。 こんなハンドルの付け根のところの操作をどう伝えてミッションまでこのそ横縦横操作をどう,いうどう経由してそのミッションのギアチェンに伝達してたんかなって思うんですよ。そそちが気になりましたそう 本田さん、こんばんは。本田さんいらっしゃいませ。TT さんロろありがとうございます。嬉しい。TT さん仲良くしてください。好きです。ありがとうございます。そう。ハムちゃんお帰り。今日は会えた配信で。ありがとう。今は MT 乗ったら演出としそうだって、そんなことないと思います。そんなこと絶対ないと思います。あの、私もそう思いましたけど、 すっごい久しぶりにセブン乗ったらやっぱ演奏しないやっぱ体がすぐ覚えてたんですだから私で大丈夫だったですから全然大丈夫だと思いますそうコラムシフトはとてもじゃないけど苦労したな父に教えられながら覚えましたあそうな、ね、んえ僕しーちゃんもさ運転したことあるんですねそうやばいちょっと待ってパターン的にはエッジパターンだからうん 免許取った頃はカエルセブンで60タイヤさえ違反やった「カエルセブン」っていうのがあるんですねめめちゃん。あきちゃんコラム右折の時ちょっと辛い時もあるよ。ハンドル切りながらセカンド入れる時にこうせなあかんってことがこっち更新けどこっちこうせなあかんのな。なんかさあきちゃんさ太ももにギア当たる時あったって言っとる人がおったんですよコメントで。 700件ぐらいコメントついたやつ全部読ませてもらったけど面白いなと思ったのがそういうエピソードそう。あのなんか二足にした時とかね、太ももにレバー当たったりすることあったんだよっていうのもなるほどとかね。そう。ライトエースは今のノアボクシー。あ、そうなんですねてらちゃん。めっちゃ納得。そうなんや。私、エスティマって言ってしまったけどそうじゃなかった。そう。 ハイイエエエーーース、ス、スタウンラト何それそうなんやタウンエース,エース,エース私ちっちゃい時お父さん乗ってたかもしれない中古で確かねライトエースの前なんやちゃちゃタウンエースの前がライトエースってことかそういうことかへえなるほどからかいちゃんこんばんはいらっしゃい さん上ピンクマンさん飲んどるお休みかなお疲れ様何飲んでるって聞いとこタウンエースライトエースは5ナンバーサイズで5ナンバー7万5ナンバー7ナンバーですねそうそうなんですかちょっと軽いんかケイちゃん自分初めての車ガソリンって決めてますあそうなんですねそっかステリアステアリングコラムについてるからコラムシスト うん確かに素早い操作には向かないねこうやってするからそうヒラゴンちゃん子供の頃いすゞのフローリアン3足コラボ乗ってたよええー、素敵やみんなやっぱ乗ってたんだバブル時代もだけど車はお金貯めて現金一括払いで買ってますうんなるほどないないないからうんエンストはするねするかな南條さん 繋ぎ方が悪いととノッキングを起こしてエンスとしてて終わりそうなんですねほならばあのライトエース今日ミッション下ろしたからどんなふうなのか写真見せてあげる分かったえいやミッションミッションうん <laughs> うんえどうやってどうやってハンドルの指令がなどう伝わってミッションに行くのって思った前,前をぐるりと。 経由する下をぐるりと経由するって思った<う> <laughs> さあ SA22 サバンナのことなのかなって言ったらそうなんかな白い壁の小屋は犬小屋です分かったマサちゃん自分は未だにエンジン冷えてるとクラッチシビアでエンストしまくりそうなんですねセブン私に優しいんかなって思いました昔仕事のデリカがコラムだったネオちゃんも運転してたそう たまたまさん縦と横のケーブルがあるよ FF の車は全部そうむしろシフトの分の真下にミッションがあるのがレアえー、ええそうなんですねあらミッションっていつもどこにあるのミッションって真ん中にあると思ってたあそうなんですねたむたむさん 縦と横のケーブルケーブルケーブルってなんだろうなヘメちゃん初代タイヤ初代 RX7 のリトラを変える7って言ってましたあそうなんですね60扁平タイヤが違反だったのさそうなんですね60扁平タイヤって相当分厚いってことかなああって言ってるうん キクリン、ベンチシートは曲がるときティッシュの箱と一緒に右へ左へ転がり、<laughs> 運転して、それ、ウケるな。でもさ、なんか、なんかさ、三人乗りっていうコメント見てびっくりしたんです。三人乗りの車ってあったんやって思いました。それも初めて。前に三人乗る前の席にね。 でもそういえばハイエースかなんか前に3人乗ってた車見たことあったなと思うけどあれ真ん中の人楽しそうって思いましたみ、ま、んな運転してる一番前の特等席真ん中で見れるって超楽しくないですかって思ったでも眠たくなる時にどっちにもたれて寝ていいかそれちょっと悩むよねこうこ首の向きなこっちでクーって寝てこっちもーって こっちも, <laughs> もう両隣の人にもたれて寝るみたいな <laughs> って思いましたそう要は棒でつながってるはずそうなんですね棒が棒,棒棒棒棒棒ってことそう初めての運転は違うそうやサバンナ RX7 やわって言ってるそうなんですね あ、小6時に大根畑で大型トロクター。うわさん強い。小6。10A 型ファンネルエンジンって言ってる。わかった。3人乗るとキュンキュンなんよね。肩と肩が。誰とキュンキュンしとったんやって言っとこ本当に。あきちゃん、本当と。3人乗ったらキュンキュンなるんやな。あてらちゃん、真ん中は年下が乗る席。なんでキュンキュンなるからって言っとこ まさちゃん、セブンは FR フロントエンジン、うん。リアドライブからミッション、運転席、助手席の間、あ、そういうことか。FR だからそういうことか。FF だ。あ、そういうことだな。本当やな。本当やな。納得。あ、私、もう FR が自分で染み込みすぎてるんや。 もうセブンが基準なんです。だからエンジンもロータリーが基準なんです。私はね。みんながね、ロータリーは端っこにやるけど、私はロータリーが真ん中なんです。自分の中のエンジン業界はね。そういうことや。FR が、私の中では、あの、純正なんです。FF はね、もうまあ、後からできたんちゃうぐらいな感じで。そう <laughs>。そういうことか。 ラムシシフトはタクーーのイメージありますハムちゃんあのなそれ言われてそういやなんかここガチャガチャしてるかもしれんと思ったんタクシーあんま見ないですけど運転手さんそういえばここ真ん中はなんかお感情の台みたいなんがあってシフトなかったかもなって思った確かにコネクティングロッドって言ってるてか狭いから真ん中狭いんやんちゃん アリックセンは12型えエン型エジンそうなんや佐藤さん高校生の時に乗ったクラウンタクシーが6人乗りでコラムシフトだった気がするそれなんかさ6人乗りの意味が分かってなくて後ろに4人乗るのと思ったら違うやな33で乗るんですねそのさ6人乗りってどこに座るのと思ったけどだから前の真ん中が1ってことでしょそれが知らんかったですマジで <laughs> キュンキュンンキキりますキクリン真ん中座った <laughs> 真ん中座ってキュンキュンなったはは <laughs> <laughs> はああきちゃんとキクリン同じとこに座ってた説そうフロントエンジンフロントドライブうん FD は 13B だけだってそうだと思いますそうてらちゃん真ん中はギアを変える役割だったおいとか次とか言われてギゃーッははははははそう ここさせられてた。<laughs> なんでやほんとに。どんなんよ会話も進まん。そう。あーあ、ゼラちゃん。ヘイメイちゃん、中学の時、うちの町の金燃えの屋のトラックが三輪やった。昭和五十三年。ええー、かわいいやつや。なんか、さつきとめイがに出てきたやつかな。なんか。 つきとメイのやつで出てきたやつだ畑の、ま、ところに男の人と女の人で走ってたバイクみたいなやつだじゃないそうあきちゃん真ん中に乗れる人は支えるとこがないから曲がるたびにあれでーってなるなればいいじゃんこうやってキクリンと2人であきちゃんとキクリンとあと誰にしようあきちゃんキクリンあきちゃんキクリンんちゃんやなあきちゃんキクリンんちゃんおーい って3人で、おいよーっつって、はい、こっちもやで,でーす。<laughs> ほんで3人キュンキュンしとる。<laughs> なんかいいな、うん、いいなと思いました。そう、わからないって言ってる。オーろーローちゃんいらっしゃいませ。そう、紙飛行機ありがとう、ユーラスちゃん。は、はいはいディーわれたありがとうございます。13B 型エンジンロータリーって言ってる。うん。プニッチーさん、ホンダのエリックスとか。 日産の D のがありましたね。三三六人乗り。楽しそうって思いました。私、ちっちゃい時生まれた時は、生まれた時とか、物心ついた時は、6人家族だったんです。そしたら、全員乗れるじゃないって思いました。そう。まさちゃんも、キュンありがとうございます。ちゃう、三輪トラックなんだけど、荷台は割とロング。ちゃうんやへー それ倒れ倒ないんかなって思った三輪トラックやバスがあったようだってあそうなんですねこ倒れないんかなこととって思ったトトロで出てた三輪自動車のそうとした一星にっちゃん私は <laughs> 私もですそうユらラちゃん FC3S は前期型後期型は 13B 型ロータリーエンジンって言ってるそうなんですね 旧車好きですベンチシートでヘッドレストなしとかヘッドレストなしってなんだろうへあここがないんやあ <laughs> それゴツンってなるやつやええー、ヘッドレッドなししんどくないんずっとこうしとかなんじゃそう眠れんやっぱこうかこっちとこっちで寝るんやなこうやって <laughs> そう田舎に現役の昭和はコラムシフトタクシー走ってますあそうなんですね えー、えー、私そうタクシー無駄に乗ってみたくなりましたこれこのガチャガチャ見てみたいですそう「セブンのライトはハロゲンですかケイちゃんいや違うと思います私のやつはね社外のちょっと古いやつですか多分違うと思いますそう あとなバスにボンネットあたんやんあそれもだからさあれじゃないなんか魔女の宅急便に出てくるやつかなって思いましたテラちゃん左右にでかい人が乗るとカーブで真ん中からノリさんが潰れるのよいやいいものもう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 なんかなるがママや満員電車と一緒やテラちゃんもうなすがママに行こう もうふかふかや。<laughs> もう、もう、なんか、耐えたらしんどいから、もう、も垂れるのもう、そっちに、はいはい、こっこっち、はいはい、ってね。すね、寝る。もう、寝ます。<laughs> 昨日も社長に、気がついたらいいし、いつの間にか寝とったな、っていうけど、ほんとそう。もう、普通寝るの。もう、喋るだけ喋って、静かやなと思ってみたら、多分、私寝てる。<laughs> そう。わーハムちゃん、ニャンニャン来たありがとう猫来たありがとうハムちゃん。ありがとうございます。 21763ロータリーガソリン代やばそうですね。そんなことないですよ。普通のスポーツカーと一緒ぐらいちゃいますかそう。中期型からは GTX ガブリオレと名前が付いた。そうなんですね。まさちゃん自分の小さい時近くの材木屋に三輪トラックありましたよ。昭和でしたって。あ、そうなんや。あ、猫バスな。あ、猫バスかハムちゃん。兄ちゃんバラ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 海援隊からの50型からの40型からのおはがみポリン。ありがとう。 にししちゃんもいらっしゃい。ありがとう。たかひろちゃん、こんばんは。お帰りなさい。三人乗り、まなかのりさん、さゆう、よしおさんと自分。もう、こうや。こういう風になりそう。ははまさちゃん、よしおちゃん。ち <laughs> ゃん逆に、まさちゃん、ともみちゃん、よしおちゃんに乗ってもらいたいな。もう、ドア閉まるかわからん、両方。ははうん、うん。うん、うん。うん私、はよ、鍵閉めろ。ロックしろ。 開くかもしれんから、途中で。<laughs> あ、ヨシオちゃんおった。ヨシオちゃんおった。ヨシオちゃん、ご飯食べて帰ろうよって、おらん、じゃんねえって言ったら、お <laughs> ヨシオちゃん聞いてた。マサちゃん。<laughs> ヨシオちゃん, <laughs> ちゃん, <laughs> ちゃん <laughs> 私、外から押すわ。ふっかりよしで、運転席が、よしょって閉めたら、次、反対側に回って、まず定席を。 よいしょいや、耐えなはれって息止めて <laughs> みんなこう。<laughs> あったかそうや、じゃない。曇るの早いぞー。<laughs> そう。ま信さん、こんばんは。いらっしゃい。ありがとう。僕はわからないよって言ってる。ほんとか。 なんだヨシオちゃんがまさか、おったなんて、マジで事件。そう。<laughs> ああおじさん寝ます。ひろこちゃん、ありがとう。おやすみなさい。ありがとう。そう。満員電車状態。そう。おすわ、外から。まさちゃん。身挟むなら、気つけやーって <laughs> 叩くわ。ヨシオちゃんが3人乗ったらすごそう。間違いない、アキちゃん。マジで、これ。 <laughs> コラこらって言ってる。<laughs> ごめんなさい。荷台があるから大丈夫よ。あ、そう、よしおちゃん荷台。<laughs> ああ。でも今でもアメシャのビッグアップは3人乗れちゃうんちゃうんだ。そうなんですね。アメシャはでもなんか車幅があるかな。知らないよって言ってる。そこまでなら <laughs> なるわ。肩が、じゃ、コッペタじゃなくて、よしおちゃん肩が、肩がだよ。 肩が、肩と肩がもう、キュンキュンになるからみんなこう、みんな右肩出せっていう、こうなんか <laughs>、こう、こう乗ろうか。右肩、息は右肩、前、前、前バージョンで3人固まってよしおちゃんが。帰りは左肩にちょっと変えるか。こう左肩、前バージョンで3人こう。 こういう感じで前から見たらなんかモデル立ちみたいな。いいじゃない映えるよ。私前から写真撮って、ティックドックあげるな。って言うんとくわ。は <laughs> マインデーションみたい。うん。ドリフ思い出した。ドリフっぽい。うん。ヨシオちゃんドリフやで。そう。高カヒちゃん今日は元気そうで安心。ありがとうございます。 またよろしくお願いします昴生ちゃんよかったら仲良くしてくださいフォローしていただけたら好きがこぼれますよかったらよろしくお願いしますねああちょっと休憩ああ笑いすぎたもうヨシオちゃんおらんと思って喋ったらヨシオちゃんオール説が一番笑える<笑>ありがとうヨシオちゃんおってくれて忙しいのにね思い出したコラムシフトの教習者は2点シートベルトやったお腹だけってことかな昔のタクシー6人乗りできたねだって えーそれを、そのタクシーに乗ったことがないです、私が。そう。ホンダのエディックスが、前3人乗り合ったけど、私にはセンター狭かった。よっしおちゃん、やっぱ真ん中乗っとったんやな。ははは。こうなった <laughs> 水分取ってくださいな。本当やな。兄ちゃん、8時だよ。全員集合でタクシーから永遠に客を降りるみたい。何それ、カズさん。またちょっと私の微妙な分からんやつを言ってきたな。 そう。皆さん今日は飲み物ない。そう、飲み物準備するの忘れた。けど、なんか、もうちょっとしたら一旦閉めます。で、11時からマリオカートする。多分ね。そう。あの、えっ、ー、とね、昨日は、えっ、ー、と、ひまちゃんとみうなちゃんと、私と私の落ち武者で4人でね、対戦したんですよ。そしたらね、私もう、 安定の再会やった。本当に安定の再会すぎて、あの、全部負けた。そうしたらアイテムがいつもいいやつばっかり当たるんですけど、ピンクコースダメよ <laughs> 本当やな <laughs> マリカハマってるね。ネオちゃん面白いよ。落ち武者そう、ヨシオちゃん、私落ち武者を用意した二23時からってライブですか兄ちゃんそうだよ。ライブで、それを実況します。あの、ゲームの画面を、 あの、映して、えっ、ー、と、ひまちゃんは、声で参加あ。まだ、あの、小窓に上がれないから。で、みうなちゃんは小、小窓に上がって、が、あの、画面をシェアっていう感じで、やりました。落ちしゃじゃないよね。影武者だよ。そうだな。そう。にししーちゃんもありがとう。影武者、あ、影武者や。落ちむしゃおち落ちゃって、ここにやー刺さってるやつじゃないてらちゃん。 影武者めっちゃ強いのようだって、そう。でも、後日談してもいいみんな。後日談。<laughs> コース覚えると早くなると思うよ。ほちゃな。マリオカート見てると酔うので、ラジオ感覚で聞いています。ああ、サトシさんありがとう。好きです。落ち武者ってここ。折れた矢や、刺さってるやつちゃう。よーしよ、ちゃん。落ち武者。いやー、ちょっと待って、本当に、ゲー吐きそうや、笑いすぎた。<laughs> ああ、今日おもろいわ。 そう。起きれるからね。楽しみ。ちゃんと休憩してくださいね。兄ちゃんありがとう。そう、優しいな。うん、それ、落ちむ、落 <laughs> ちむしはみなへんさんです。<laughs> もう、ほんとだ。いいね。マリオカート大会第157回マリオアイテム投げ放題。いいな、それ。あと、ショートカート。そうやな。皆さん、さらっと落ちる。 10時24分本店なやなもうちょっともうちょっとだな45分ぐらいまで喋ろうかな15分休憩させてもらおうかなそうでも後日談しよっか姉ちゃん今日こそは勝ってほしいですよラスちゃんもうほんとそうだもう全部負けた私もう落ちる落ちた後がまた落ちるんやほんでなんかいい感じで飛んでたのに壁にぶつかるんじゃもうクソって感じやで くそっって言って言るもんな <laughs> ほんで後日だなんかさひまちゃんがさうちの影武者のことをねあのね優しいねって言ってて言たなんか一緒に走って見てたけどなんか「優しいね」ってあの言ってくれてなんかねマジで1位でね勝つにはねこうねゴンゴンぶわざとぶつかってね相手をクラッシュさせながらねわざとねそうやってガッガッゴン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 してなんていうの やっつけてねどつきあいながら1位をこう競り合うみたいな風にするんだってひまちゃんはひまちゃんとかはねだけどうちのむしゃはねそういうことを全くしないでなんかこう何て言うんかな自分の走りだけで1位を取ろうとする感じのところが優しい人なんかなって言っててあのひまちゃんが言ってくださっててあとで,で私そ,うなんそんな風に言ってくださってたよってお内務者に言ったら。 ああって言って、なんか、あんま好きじゃないってその、ゴンゴン、ゴンゴン、相手に、相手にこう、だと、亀ぶつけるとか、アイテムをやるのはするけど、なんていうのそうやって、どつき合いみたいな感じで、うちの影か者むゃね、どつき合いみたいなんで勝ち、勝つのはあんま好きじゃないんだよねって言ってたんです。だから、なんか、落ち武者じゃない、か武者ゃやな。<laughs> そっか <laughs>、まだ落ち武者言ったははははは。落ち武者ゃ。おいやー、折れてるやんな。はははは。はあ。 やばいはしたい。ああ、しんどいわ。ああ、だから、あの、なんか、性格かなと思いました。そう、またひまちゃんに勝ちたい。みたいですよ。てっちゃん、待ってた。てっちゃん、お帰り。こんばんは。てっちゃん、もう、ありがとう。<laughs> そう。一旦、てっちゃん、ここで、私、今日9時から配信してたんですよ。じゃ一旦、ここで45分になったら、一旦閉じます。11時から、また、マリオカート大会です。 あのワンチャン誰もいなかったら私と落ち武者でやります落, <laughs> 落ち武者って待ってた影武者で一緒にやりますねそうのりちゃん以外はショートカットとターボ禁止ターボってどうやってすんのスタートダッシュのことカズさんあっ落ち武者影武者影武者落ち武者のりさんはターボスターターありそう失敗するけど落ち武者にしないとジェミニののいる武者みたい ほんとか TCC ちゃんドライバーちゃん待ってたサブ分かって分かりやすいようにしてきました本当やなわかりやすいあのドライバーでも覚えてるありがとうドライバーちゃんそうそういう配慮が好きですありがとう優しいななんかそういうとこ素敵やなと思いますあのそうう小さい配慮ですけど優しいなって思うドライバーちゃんはねうんここがあったかいね <laughs> でも私落ち武者って言っとるわ<笑>,笑えた でもなんか、私、なんか、落ち武者は、あ、落ち武者じゃないわい。影武者もね、まなんかもう、ひまちゃんがむっちゃ上手やったから、ひまちゃんお帰りあ、ひまちゃん、うちの落ち武者が、に、あ、落ち武者じゃない、影武者に言ったんあの、ゴンゴンなんかぶつからないで、優しいなってひまちゃん言ってたよって言ったらさ、なんかさ、そういう走りじゃなくて、自分の走りだけで勝つのが好きなんだよねって言ってましたわ。そう。 R ボタン、L ボタンでターボプラスになる。あ、そうなんや。う、え、ん、ー、でもターボしすぎると私の崖に向かってターボする。<laughs> 落ちていくん。ターボで。落ちました直 <laughs> らないもう、よしよちゃん。ここなんかやーささって折れてるやつがもう呪ってる。<laughs> ああつらい、ほんに。いや サブアカもフォローしましたって、マサちゃんありがとう。今ちゃんもう帰り、忙しかったね。あの、無理させてごめんね。参加したい。すごく、ニンテンドオンラインに内緒で入ろうかな。ああ、内緒はダメよ。オンラインって何有料なんですかでしょそう。<laughs> ね。そう。だけど、ああ。 あーもうなんかもうね昨日もなんかねゲームしなれないのにねもうねクソクソ言いながらやりまくってたからねのりさんセルフセルフ反復に負ける <laughs> 本当やなセブン俺にくださいだってそうなんですね見なへんさんしか思い出さん <laughs> 本当やな有料なんやドライブちゃんそれはダメだわてっちゃんゆこ車庫長組んで高速ああ高速 集会テスト行ってたから早い時間からやってたの知らんかった。ああ、全然。今日は9時スタートで2時間近く喋ってからあのマリオカートにしようかなってあんまあ、遅くなるとみんながしんどいかなと思ってひまちゃんもね。11時からマリオカートにしてみたんです。そう、ありがとう、てっちゃん。なんかいつもの時間に思ってくださっててありがとうございます。そう、ちゃこちゃうまく入りましたかあの 何の車庫調かは分からんけどあのパチンコじゃないよ待ち方スロットスロット車庫調 <laughs> スロットで買ったお金で買った車庫調本当にラッキーそういいなさすがやな,なんかこう砂と入れてさっと走るみたいな私にとってはもうね大手術だったですから車庫調入れるっていう作業を松田にお願いするのは大手術本当にもうなんかもう手術室の前で明日はできますかね明後日で,できますかねいつできますかねみたいな状態やったから 大事ですそう。今日パッとつけて今日走ってくるなんてとんでもない。そう。やればできるのにチャン勝利ありがというユナスちゃん。でもやっても落ちるんじゃ。崖から落ちたら落ちむしゃってことかな。それだよ、兄ちゃん。私が落ちるけど、影武者は上手やからあんまり落ちないそう。 自分のラインで走ってる感じがした。そこをコツって押してラインを変えちゃったけど。言ってたひまちゃん。あのな、ひまちゃんぶつかってきてたって聞いたら。あー、結構、最初のあたりはかなりガンガンやられてたけどね。って言ってたよ。<laughs> そう。マリカーのアドバイスならできる。そうなんや。審査員賠償しないと。ちょ、もう、テラちゃん、私の頼れる審査員がさ、今もう内場でスノボで、もう、どんちゃん騒ぎじゃん。 もうな、私の頼れる審査員がな、ちょっとメンタリストがな、もうおらんのじゃん。だからメンブレしてジゴールな、<laughs> 逆走して迷子になるし。や食べじゃんって言ってる。うん、タイムアタックだけなら極めてた。そうなんや。スローチョウですね。ス、スローチョウ、本当やな <laughs> スローチョウほんとやな。スローチョウやな。てっちゃん、ええー、の入った。ええー、の入ったで、そう。 罰ゲームは落ち武者カツラやね。ほんとやないよ、しおちゃん。じゃあね、ひまちゃんがむっちゃ強いん。ほんとめっちゃ悔しいよ。ほんと悔しいけどね。勝てないのよ。本当に。ひまちゃん、大人げない。そうなひまちゃん、私にも赤い亀当てるからな。ほんとに。大人げないで。本当に。私自分で何も言わずに、崖に落ちていってんのよみ、道間違って。崖に落ちかけて、落ちていってる私に赤メ当てるからな。そういう。 って、ひまちゃん。あたし自分でも落ちてますって。あたし下手くそすぎて自分でコースアウトしても下に落ちていってる私に赤かめまで。まだ当てますかっていうな。本当に。ひまちゃん本気モード。そうです。ほんとそうやで、まさちゃん。ああ。インディー500レース構想300キロで全開。そこ、漢字マリオカート。いや、もうほんとゆらちゃん昨日付き合ってくれてありがとうね。ああ、悪い悪い。ちょっと。 ひょっと投げないわ本当にのりちゃん抜いた後はアイテム禁止もうなあ私な負けすぎてカズさん私もバンバンロケットロケットなりまくりもうブン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 もうめっちゃロケットや <laughs> 遅すぎてそうじゃあいが代わりに独断と偏見で審査員しますおてなに兄ちゃん やるなら本気だよ。いや、私だって本気だわ本気出しとるわこっちだってね。こっちだってね本気出しとるぞいつだってマジでやっとるわだけどな、周回遅れになるんじゃ本当に。反則やんかひまちゃん <laughs> はだい、20秒。もう今日は本当とはい、20秒。亀は亀で防げるのは変わらないって言ってる。なんかな、お尻につけとくの知らんけど。 なんか私それが分からんのさ、もうなんか髪の投げ方とか置き方がいまいち分かってない焦っとるから。もう自分の持ってるアイテムも何か分かってないもうそんなとこ見る余裕がないから。本当に、ね。コインが10個余ったら早くなるとか言うけど、自分が何枚コイン持っとるかもう見る余裕がない。もうそんなんだ。落ちるんじゃん、陰に。本当に。そういうレベルで頑張っとるのは、ヨシオちゃん。よしヨシオちゃんとやり合いたいわ。もうヨシオちゃんには勝てるかもね。勝てないな。勝てないかもね。 クソ事務所やそうドライバーちゃん g r s スリックタイヤスーパーカイトおすすめだよキアラはメタルマリオ GRGLA なかったら B ダッシュがおすすめ B ダッシュってなんじゃか B はブレーキだで勝ったのはブリッツだよブリッツか調整する場所が多いから今は適当 とりあえず問題はないけど気に入らないとこあるから部品変えたいけど今日はないからまた来週すごーブリッツってなんかあの黒と赤じゃないって色だろもうな色々色色色,色,色で色で覚えたブリッツはな黒と赤だあ黒に赤じゃん私のさナイトスポーツすごく似ててナイトスポーツの,の車庫帳入れましたって言ってるけどブリッツですかブリッツですかってすごい言われためっちゃ似てる確かにあのかっこいいやつやあのね えっとね、オーリンズは黄色やった。でも、黄色あんま好きじゃないなと思ってて。んで、みんなが大好き。えっ、ー、と、なんだったっけテインテインは緑。緑だめ。緑嫌だった。緑色はちょっと嫌だなと思って。やめた。そういう感じ。ペナルティー、よカ亀のコーラは、本気だって。ノリさん本気出してよ。だって、くっそ腹立つわ。 わくそあくまで個人的なアドバイスなんで参考程度にありがとうあそうナりトさんスポンサだねって言ってるうんこんばんはあヒロさんこんばんはおしまもつけてくれたヒロさんありがとうちょっとなもうちょっとあと56分したらねあと10分ぐらいかしたらえっとねマルドカートの対戦が始まりますよかったらお付き合いくださいねゆたちゃんおかえり アレックスセブンの手のりさんのライブ、聞いちゃっただってありがとう。あの調子はいかがですかって聞いとくね。そう、あのさ、<laughs> まあまあ、たかがマリオカートよ。サルどマリオカートでもな。私ちょっと心配だのはね。私はあのゲームしてるから楽しいけど。見てるみんな楽しいんかなと思って、そこが謎。そう。のりさんの。 若さで勝つしかないよ。もう、87やでな。若くないんだで。私もまあまあ、歳こいてもうた。パンナーおうちゃありがとうてっちゃん、バラ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 。50型じゃあ、開園隊からの50肩からの、40肩からの、おはかにポリーンありがとう。パージェロって言ってる。うん。でも、なんて言うんかな。もうゲームをしないですから、本当にね。なかなか、はい ありがとうパンダーありがとうイろさんそう。こんにちは、ウマスマンさん。 ウマスマンさん、こんにちは。コメントありがとうございます。楽しいよ。ノリさん、ずっと喋ってるし。そうやで、テラちゃん。あたしな、ああだこうだ、文句言いながらな。もう、落ちたとか言って、誰にやつ当たりすんだかけど、落ちたしとかな。もう、道がわからんのやとかな。もう、まだ一周行ってないの行ったのどっちとかな。<laughs> ごちゃごちゃ言ってるけど、ひまちゃん、一言も喋れない。なあ、初恋の人誰やったって言っても、ひまちゃん、無視。<laughs> そう大人げないメタルマリオは重量級うん一番重いキャラスリックタイヤつけると速くなるスーパーカイトは一番軽い B ダッシュは軽くって速いつまり強いそうなんやえドライバーちゃんできたらいいのにな通信なマリオカート7追加してくれればいいのに本当やなあ私専用だクロナまだ若いですよノリちゃんにうらっしゃいありがとうグランツーリスまで1周半でで、ね、嫁さんとして追いて 置いて買ってめっちゃ怒られた。あ、それは怒られるわ。あの、2週半でじゃん、次は。<laughs> 2週半でじゃん、ほんまに。勝つな勝つなって言うところはもう、勝つな !1 ミリも勝つなって思うよ。腹立つから。<laughs> そう、この前、チャリのコメント、マジでやばかったです。本当にコメントありがとうございました。チャリのコメント。チャリのコメント、なんだろう。マスマンさん。 うん、私ありがとうって言ってもらえるようなこと書いたかなでも私はね心にはないことはどこのコメントにも絶対書かないだから私の心の思ったものしか書かないだからそんな風に言ってもらえてよかったですありがとうでも自分からコメントを書く人のところの投稿とかに書くことはあの、ね、実は私ほとんどしないですよこんだけたくさんのコメントを頂い,いてますけどみんなに感謝だけど自分から書くのって実はねめっちゃ勇気がいるから。 あの、よっぽどじゃないと書かないんですけどね。そう。ありがとう。で、さんのマリカー見ていてわい、わもうほら、つ無視じゃないよ、集中してるの。違う。あのな、私たちエンターテイナーやからな、ゲームしとんじゃないの。配信をしてるんです。そこを間違うな。っていうとこ。参加したかったな、楽しみだって、悲しみだ。本当やな。 皆さんの初恋はいつほんとやなぁ。マリカーやりすぎて指の皮めくれたことあるよ。ひまちゃんじゃそれ。ひまちゃん500時間練習したからな。大人あの、500時間はなかなかよ。自転車がどうしたの一番の問題は、後半のノリさんが。<laughs> <laughs> そうなんてらちゃんあのなメンブレスルーンもうな汗ってあとちょっとラスト最,最終回やとか思ったらなもうなメンブレスるドキドキしてしまったのがもろい運転に出るんですこれがあのなてらちゃんな笑ってるけど笑えるのがあのリアルのサーキットで走ってても一緒な,なんかねメンブレスルーンドキドキなったりとかちょっとあれとかえとかなった瞬間にもうダメなもう一気に下手くそになるのでもめっちゃ集中できてる時で、ね、ものすごい集中できてるのに プツッとなんか来るたね、なんかメンタルがちょっとブレると、面ブレし始めるとね、もう車もブレる。はははそうその時に、あの、私のあの、審査員のノ、ノーミス。ノーミス。ノーミス、ノーミス。これがいるのよノーミス。もう、ない場に行った審査員。もう私の頼れる審査員。スイッチテレビに繋ぐ配線取るの面倒だからって言われたから、配線も買わないといけない。 なんでテレビに繋がんでいいじゃん、ていちゃん。テレビじゃなくて本体のままでいいよ。昨日も、あの、みうなちゃん、あの、本体のままで参加してたよ、ていちゃん。テレビ繋がなくていい。大丈夫です。その本体があればできます。そう。やろう、ていちゃん。みなちゃんいらっしゃい。今日やる。11時から。できるかな無理なくね。うちは影武者もやるよ。車は僕はあると嫁さん GTR。<laughs> も、でも2周。<laughs> あのな、カズさん、私とひまちゃんのハンディもえぐいからな。あの、しかも、あの、私がギャスかピースか言う、言うのもだけど、あの、謎の、ケイちゃんの謎の、はい、15秒止まって。<laughs> 3周目ぐらいで始まるの。だから、私とケイちゃんで、ね、ひまちゃんのハンディはえぐい。ダイブ。<laughs> そう。私事で申し訳ありません。今日洗車後にドライブしたら黒ボディに飛び石が、やばーい。 わかるわるー。私もそれがすっごいわかるなんで走ったんやろってなるなえ白い傷になった白い傷になった私もでも黒ド飛び石してもなんか地が出て知るとこが地金が,が出そうなとこがあるうんつらいそれはつらかったわかる <laughs> はよはよタッチペンじゃないけどな修正してください坂で下ってる動画です <laughs> そんな、そんなそんな私好きですよ、ああいうの。あの後本当に大丈夫と思ったけど。<laughs> そのノリが好きです。でも、<laughs> 止まれたの <laughs> 止,ま止まれたんですかでも <laughs>、好きです。もうすっごく好きです。 本当に好き <laughs> そのノリがあの私大してあの脳みそ成長してないから本当になのでほに楽しい好きです <laughs> マリカ楽しかったねうんまたやるねみんなちゃんやろう500時間やるすぎそうやで仮にアドバイスした組み合わせでしたら自爆した加速悪いから半重力の区間がきのこなかったら悪そうだろうな私あんま重たいのできないピノキ,キノよなそうみんなちゃんも2人で参加できるんかったらやってみ 小さいと老眼が合うね。<laughs> そうなんよ。えー、てっちゃん、ちょっと一回やってみよう。みうなちゃんも参加するから。って言っとこう。ュうちゃんが参加するから。ペーパードライバーみうなが。だからてっちゃんも、なんか老眼で参加してみてさ。<laughs> こうやってすればいいじゃない老眼だったらこうなんどっちちょっとやってみたらいいじゃないもしよかったら11時から。そう。次回いつやるのもしかしたら参加できるかもできないかもしれない。このあと11時からやる。そう。 15分休憩500時間なら消防団入団しなさい本当やんなひまちゃんの画面も見たいそうなんやんってだからさひまちゃんズーム持ってるズーム持ってないひまちゃんって聞いとこ人数集まったらめっちゃ盛り上がるうんひまちゃんちょっとズームズームできんかなできんか端末1個しかないかズームできたらズームカメラであの画面映せばいいじゃない声も入るしっては思っただから人数増えたらズームでやります そう、ズームと小窓やけど、ズームを使おうと思ってます。画面を映すために。そう、ギリギリで止まれました。マジでコメントを聞いて、一人でニヤニヤしてました。あぜひとも、全然全然、あのいき、また行かしてください。でも、ウーマちゃんを見つけられないん私が。どっか私にコメントしといて、それ私、僕くましとくわ。なんとかね。そう、社長いらっしゃい、こんばんは。この後と、みうなちゃんがレースに出ます。11時から。そう。 ソフトもまだ買ってないです。あ、そっか。そうだね。なんかさ、りょうさんがさ、てっちゃん。りょうさんが、セブンノリの。が、昨日メルカリポーチ行った。届いたらやるって言ってました。ズーム持ってないよかった、ひまちゃん。無料やし、ダウンロードして使い方すぐ教えるわ。って言っとくね。あの、小窓に入れない人は、ズームと思ってます。ともみちゃん、いらっしゃい。こんばんは。ちょっと一旦ここで一回閉めます。今日もお疲れさん。明日、明日もう、もう一日仕事か。 そうズーム思いだけだね簡単めちゃ簡単私にもできるし私があのホストになりますわそう機能できるって言ってたのに寝ちゃったあ本当いいよみなちゃんやるそうこんばんは祭り私練習中いいよどうせ最後じゃズームと コマドでレースしたらぐるぐる回ってゲーするぞいや、みんなが見れるようにあのさしてもらおうかなと思いました。みんながあの画面を見れるようにって思いました。チコにはまた来たな。私でブロック外したよ。こないだはみんなの前でブロックしたのはかわいそうなことしたかなと思ってブロックは外しました。でもあの言葉は気をつけてね。そう。 ズームは会社で使ってますよ。そうですか。あの、私も、なんかスマホに入れてるから、ワンちゃんその、配信用じゃなくて、もう一台の iPhone を、ズームの画面を、もう、あの、配信画面に映せば、本当にマルチコマンドっていうか、マルチウィンドウになるかと思いました。そう。バイバイ、じゃんけんはぐ。ねおちゃん、ありがとう。 あのしこちゃんもごめんねみんなの前で締め出されたらやじちゃんって思いましたそれは悪かったなって後で思ったからブロックはすぐ外しましたよありがとうまた来てくれたやなひまちゃんチームノリで部屋作ってるんで ID はノリさんに聞いてください本当やなもし参加される方はまたねトウミちゃんもありがとうスマホゲームでマリオカートあるのかなスマホゲームとであるのかなスマホゲームでみんなでつながれたらいいなと思いました本当やなカズさん トムちゃんもありがとう。いつもちょこちょここうやって顔を出してもらえて嬉しい。感謝してます。よっしゃ。ほな、えっと、ちょっと準備しますね。うん。みなちゃん、また ID を伝えますね。おっかい参加したらもうあるんかなっていうのもあるな。みなちゃんね。よっしゃ。ほな、今日はここで一旦閉めます。終わりのじゃんけん。11時から再出発します。再配信。あのよかったら、えっと、マリオカートしますんで。 来てください,のいさんね優しさわかるうんあんま人を傷つけたくないあの意地悪する人も私にとっては大事な一人かなと思いましたでもなシコには私フォローしてくれてたんだよでも私がブロックしちゃったからフォロー外されちゃったしょうがないなよっしゃ終わるよ終わりのじゃんけんいくよせーの終わりのじゃんけんじゃんけん チョキーありがとう終わりますまったねー社長お疲れさんありがとう最近グーワイから負けた <laughs> ありがとうまさちゃんキクリもありがとうトウミちゃんもありがとうスノーちゃんもありがとう一旦終わって10分したらまた始まりますありがとう終わる